こんにちは沢茂です今日、とても考えることがありました。それを考えていたら、思い出したのでビデオメッセージを送ることにしました。最近どうですか正直に言うと、こんなことを言うとね、嫌われるかもしれないなと思ったんですけど、考えていたらもう言わずにはいられないと思って、でうまくしゃべれるかどうかわからなかったのでビデオメッセージにしました。あまり話はまとまってないけれども、聞いてくれますか実は もし自分の人生があと24時間だったらあなたは24時間それをどのように使いますかっていう問題に今日出会いました私はその答えに対して結構悩んだ上でですねこのように答えを出しました自分の子どもたちのために自分が価値あると信じている事柄や考え方を伝えるためのビデオを撮影しながら子どもたちに聞かせるそのビデオをいつでも見られるようにするっていうことです そそしてその24時間私が語り尽くして何度も何度も多分同じことを言ってしまうのかもしれないけれども子供にお父さんこんなことを考えていたんだよってこんな考えを持ってやってたんだよ子供たちに伝えたかったんだよっていうのを知ってもらうそれが子供たちの人生の貢献になると信じてそのように思いましたでも家族以外の人たちにも何か貢献することはできないのかなとも思ったんですそして私はこのビデオを撮ることにしましただから見てほしいんです 実はあの私はコカ・コムイを体感しまだ数年ですが国際的な映画のエグゼクティブプロデューサーとしてカンヌ国際映画祭に行くことになったりとか政治家とか各国大使、著名人、芸能人を集めたパーティーを主催するとか千葉真一さんと一緒に戦国自衛隊の次回作を作ろうとか複数の大企業の創設創業社長から紗さん、一緒にやりましょうなんて言われたりとかっていうのが数年前の自分では考えられないようなありえないことがほぼ毎日起きてるんです。 自分が願った未来を引き寄せ続けて実現してし続けていくということが毎日起こってるんですね。これは自分でも今驚いてるんですがあるたった1つのことを知って実践し続けてる成果だということに気づいたんです。だとしたら今が自分の最後の24時間だとしたらこれを誰かにお伝えしなければ貢献しなければならないって本当にそう思ったんですだから伝えないといけないって思い立って今このビデオを撮ってます。 例えば、ほとんどの人は次のような人生を送っています。あなたはすべてを持っている組織での地位、家族、パートナー、子ども、住む家、車。しかし、家族の承認を得なければ自由にお金を使えないかもしれないし、もっと言えば自分の自由に、自分の、ね、時間を自由に使えることができない、そういった不自由があるかもしれない。これまでも、勉強や勤労、家族への 貢献など莫大な時間をかけて毎日の睡眠時間を削ったりしながら時に全力で生き,生きてきて問題の改善に努めてきたにもかかわらず例えば年金2000万円問題とか介護の問題自分の収入の問題や自分の時間が自由に使えないそれによって自分の成長を得られていないのではないかという実感それとか子どもの進学の問題などこ,れこのままで良いのかなという不安があるかもしれない時間的自由、経済的自由 小さい頃からずっとやりたかったやりたいことだけに自分の時間を使えるそんな自分がいるに違いないのにこのままでは自分の一生そういう本当の自分に出会うことなく人生が終わってしまうのかもしれないと感じている自分しかし自分の人生の分かれ道は結局自分の価値観や考え方にあるそれ次第では経済的自由を手に入れたり時間的自由精神的自由を手に入れて本当に 望む人生を絶対に謳歌できたとえ今すべてが思い通りになっているわけではないとしてもそれはあなたのせいではありませんただあることを知っているかどうかそれを実践しているかどうかで決まってしまう自分の人生を自分の管理下に置くのかどうかで決まってしまうんですあなたは一人ではない本当に望む人生を絶対に謳歌できる状態になる。 そのこととは、ズバリあなたあなた自身のありのまもの自分で居続けるということです。あなたは素晴らしい、絶対に成功する、なぜなら懸命で努力家なのだからただ、これはすべての人が誰でも無条件にうまくいくというものではありません、当然努力やタイミングが合うなどの条件もあるでしょう、私は今このタイミングだからこそ自分を自分の望む方向へ飛躍させることができました、そしてこれからもさらに飛躍させていきます。 ここまで話を聞いていただきありがとうございます。私に電話してください。いつでもよいので、近況を教えてください。自分の人生があとわずかだったら、あなたの話を聞きたいから。では、また。